ご紹介ありがとうございます。産業技術総合研究所、製造技術研究部門の村上と申します。それでは、表記の課題についてご紹介させていただきます。最近、航空機、発電用大型蒸気タービンなどの分野では、インコネル、スーパーステンレス鋼、チタン合金のような高機能材料が使用されており、その使用量は増加傾向にございます。しかし、これらの材料は、切削加工時、刃先温度が1000度 C 近くまで上昇して、激しい摩耗が起きやすい軟削剤となります。ちょっとお待ちください。現在、切削工具用材料として用いられているダイヤモンド、ハイス、および、低融点金属バインダーを用いた超合金サーメイトは600度 C 以上の温度で、高度が急激に低下してしまうために、この蒸気の刃先温度が1000度近くになってしまうような切削加工には向いてないという問題がございます。また、CBN など、あとダイヤモンドもそうなのですが、反応性などの観点から、鉄ですとかアルミですとかチタンなどの、切削加工が難しい問題がございます。このため、蒸気切削剤に対応できる新規の切削工具材料の開発が求められております。ここで、新規切削工具材料として求められている特性になるわけですが、高温で高硬度、高靭性、熱的、化学的で安定であること、さらに熱伝導率が高いことであることが挙げられます。一方、現有の切削工具材料といたしましては、次のように天然で最も硬いダイヤモンドですとか、ダイヤモンドに次ぐ硬質材料である CBN、立方体、地下包装ですとか、歴史が長いハイス、あとタングス、この図のようにタングステン粒子間をコバルトバインダーでつないだ、超硬合金ですとか、あとセラミックス粒子間を低融点金属バインダーでつないだ従来型のサーメットなどがございます。ただ、これらの材料は先ほど申しましたように、高温硬度が乏しいという問題がございますし、またダイヤモンド CBN に関しましては室温耐性ですとか、反応性的にも問題があるということが分かっており、先ほど申しました軟削剤の切削加工というのは結構難しいということが分かっております。一方、金属バインダーを、超高融点金属に置き換えた TIC のタングステン系や TICA のモルブテン系サーメットは、作成した、我々が作成した計算状態図では、例えば全車につきました溶液の生じる温度がこのように3000度 C 以上になることが分かっており、非常に高い高温硬度が期待できます。ちなみに、超高合金は約1300度 C でも溶液が生じてしまうということが分かっております。したがって我々は TICA のタングステン、TICA のモルブテン系サーメットを放電プラズマ焼結鋼により作成いたしまして、得られたサンプルのテム組織、高温ピッカス硬度、高温耐酸化性、そして切削硬化としての、切削特性などについて調べてみました。では、新技術の、特徴などについてまず説明したいと思いますが、従来型のサーメと超合金で大きな問題点がありました。例えばこの 600°C 以上になるわけですけど、高温高度の低下を超高融点金属バインダーの使用や組織制御等で制御することにより、室温から 1000°C での高温高度を最大で超合金系低温の、約1.8倍程度まで上げることに成功いたしました。また、超合金では酸化が激しくなる700°C でも、開発サーベットは酸化による劣化が小さいことも明らかにしております。まあ、さらに、従来型の超合金切削工具よりも、開発サーベット工具の方が、ステンレス鋼やニッケル基調合金などの切削加工においても、工具摩耗が小さくなること、超合金のコバルトファインダーを溶解する1300°C でも、加圧焼結型として使用できることも明らかにしております。では、新技術の紹介について、説明していきたいと思います。まず、開発サーメットの高温かたさ、高温耐酸化性、そして、テム組織になるわけですが、得意な網目状整合組織、整合結合組織について説明していきたいと思います。これは、開発サーメットの、作成方法を示したものですが、まず、サブミクロンオーダーの TICA の粉末、タングステン粉末、モリブデン粉末を、これらの成分になるように、四色ボールミルで、まあ、3日程度ですか、混合した後に、次のように TICA のタングステンでしたら、
焼結温度1950度し、加圧力40メガパスカル、保持時間30分。TIC のモリプテン系でしたら、焼結温度1800度し、加圧力40メガパスカル、保持時間30、10分、あ、5分、5分ですね。失礼しました。の条件で放電プラズマを焼結を行いました。この図は、その焼結で得られました TIC のタングステン、TIC のモリプテン系サメとの高温ピッカス硬さを、室温から1000度 C までの高温ピッカス硬さを示したものです。図に示しますように、室温から1000度 C でのピッカス硬さは最大で、超高合金の、超高合金系点1の約 1.8 倍に増大することが分かりました。また、TIC のタングステン系は、50マスパーセントタングステン、TIC のモリプテン系は20マスパーセントモリプテンを入れたあたりで最も硬さが高くなることが分かりました。さらに TIC の系サーメット、タングステン系サーメット、TIC のモリプテン系サーメットの破壊人生値はタングステンが 70% 以上、モリプテンでしたら40マスパーセント以上のとき10メガパスカルルートメーター、ルートメーターの以上の、高い破壊人生値になることが分かっております。この図は、大気中700度 C における TIC のタングステン、TIC のモリブテン系サメットの質量変化を示したものです。超高合金は700度 C では、このように酸化による劣化が非常に激しいということが分かっておりますが、開発サメットにつきましては、この図に示しますように、700度 C でも、酸化が非常に少なくということが分かっており、超高合金の K 点1の酸化蒸留量が30分の1以下になることが分かっております。また、この図は、TIC の焼結体及び、TIC の50マスパーセントサーメットの、つきまして、同じ焼結条件で焼結したサンプルの、光学顕微鏡組織及び線組織を示したものですが、TIC の焼結、何もタングステンとかモリブテンとか何も入れてない TIC の焼結体につきましては、流径が20ミクロンから30ミクロンとかなり粗大化してしまうわけですが、TIC に50マスパーセントタングステンを加えてやりますと、このように、流径が約 0.5 ミクロンぐらいに抑えられ、かなり流成長が、抑制されるということが分かっております。またこの図は、TIC の50マスパーセント、あと TIC の20マス、モリプテンサーメットの TEM-EDS の像を示したものです。ここで赤く示したところは TIC の層、そして青く示したところはタングステンリッチ層およびモリプテンリッチ層を示しております。図に示しますように、TIC の50マスパーセント、50マスパーセントタングステン、TIC の20マスパーセントモリプテンサーメット中の各々の TIC の粒子はそれぞれタングステンリッチ層およびモリプテンリッチ層で囲まれたこのような、網目状組織になっていることが分かりました。またこの図は、TIC の50マスパーセントサーメットにつきましてタングステン、リッチの TIC の層と TIC の層の境界線付近を格子層を取ったものですが、このように原始的にきれいにつながっており、整合結合になっていることが分かりました。ここで、この図は、整合結合の概念図を示したものですが、整合結合というのは結晶流の結合力がこのように非常に強い強固であるため、高温強度が得られやすいという、そういうメリットがございます。しかし、この整合結合というのは、結合する2つの粒子と結晶構造や格子乗数がかなり似ていないと得られないというデメリットがあり、現在のところニッケル基調合金、調合金程度としてしか、利用されておりません。しかし、今回、我々の開発した TIC のタングステン系サーメットにつきましても、この整合結合が利用できるということが分かりました。このことから、TIC のタングステン系サーメットの硬さが異常に上昇したという原因といたしましては、組織がかなり細かくなったこと、そして TICN 層の一部へ
タングステン、モリブデンが雇用強化したこと、そしてこの図に示しますように成功欠乏が起きたというこの3つから起きているのではないかと今のところ考えております。次に開発サーメットチップを用いた切削試験の結果について説明していきます。先ほど申しましたように TICN タングステン系のサーメットにつきましては 50% タングステンを足したところで硬さがピークになるわけですが、ただその 50%タングステンを加えたところでは人生値はちょっと低いという問題がありますので、今回工具の切削工具といたしましたそれに若干タングステンを加えました 70% タングステンサーメットにつきまして切削試験を行いました。ちなみにこのサーメットの機械的性質といたしましては、室温高度が2300、あと、室温での破壊人接値が12メガパスカルルートメーター、そして1000度 C だと1400ということで、情報合金よりも高めの値となっております。今回、これら2つの、サンプルにつきまして、このような形状の切削チップを作成いたしまして、軟削剤相手の切削試験を行いました。この図は、今回行いました切削加工試験の外観を示したものです。今回、非加工剤はこのように高速回転、セットして高速回転させ、そして切削工具につきましてはここの部分ちょっと見にくいかと思うんですが、ここでセットしてそれを左方向に進ませるという形で切削試験を行っております。また非加工剤の種類によりましては、切削液を流しながら、切削試験を行っております。この表は本研究で行いました切削加工の試験条件を示したものです。ここで、今回非加工剤、試作剤といたしましては、スーパーステンレス鋼 S32750、インコネル718、そしてこれ軟化鋼材ではないんですが、S45C 鋼を用いております。ここで切削速度といたしましてはかなり早めなんですが、800m/s、あるいは600m/s で試験を行っております。次に、切削試験で、試験後の刃先の、写真について、説明していきますが、この図は、スーパーステンレス鋼 S32750 相手に切削成績あり、切削速度 800m/s で 100m 切削試験後の工具の刃先2面の外観写真を示したものです。ここで赤で、点線で囲った領域が摩耗した部分になります。超高合金 K101 の工具につきましては工具刃先の摩耗が激しく 40m 程度しか、切削できなかったわけですが、まあ、このようにかなり摩耗が大きかったわけですが、TIC の 70% タングステン3メートル工具につきましてはこのように摩耗がかなり小さく、小さいことが分かりました。また一方、ここでは写真では示しませんが TIC の 70% 3メートル工具の摩耗量はインコネル718合金 S45C 鋼相手に切削加工した時も超高合金よりもかなり小さくなることが分かっております。この表は約100メートル切削した箇所での非加工剤の表面粗さ RA を示したものです。超高合金 K101 の工具を用いたとき、スーパーステンレス鋼だと、約40メートル、インコネルだと約70メートルまでしか切削できなかったわけですが、TICN の 70% サーメットの場合、全ての、サンプルにつきまして100メートルまで切削することができ、また、非加工剤の表面粗さも約1ミクロン程度で、かなり滑らかな、非加工面が得られることが分かっております。また、この表は赤外線カメラで測定した切削加工中の刃先温度になりまして、これにつきましては先ほど示しました切削速度よりもややちょっと遅めの、試験温度でやっているわけですが、超高合金の工具の刃先が600、700度になっているとき、TICN 70% サーメットの温度は約500度程度で、100度から200度し、超高合金工具よりも低くなっていることが分かりました。このことから TICN の 70% サーメットの方は
3名とは超高合金系天和よりも熱伝導率がかなり高いのではないかと今と考えておりまして、今後熱伝導率につきましては、測定していきたいと考えております。最後に、開発サーメント製加圧焼結型を用いた焼結式について説明していきます。この図は、TICA のタングステン系サーメント製の、加圧焼結型、台とパンチになるわけですが、あとこの型を用いて焼結温度 1300°C、加圧力 40MPa、5時間10分で作成いたしましたアルミナの、外観を示したものです。1300°C では超高合金というのはコバルトバインダーがもう溶解を始めてしまう温度になるわけですが、今回の開発サーメントにつきましては、この温度でも全然、先ほど申しましたように、融点が3000度以上あるということですから、ことなので、全く溶解することもなく、きちんと焼結できることが分かっており、また、この時得られたアルミナにつきましても、ほぼ約100%の相対密度のものが得られております。ここで想定される用途になりますが、熱力学解析速と、キャットカルクで、状態図計算を行ったわけですが、その時に、それによりますと、開発サーメントの融点は 3000°C から 3400°C もあることが、予想されており、従来の超高合金だと大体 1300°C になるわけですが、そのために、本技術を活かすためには、従来型サーメント、超高合金では、高温高度の、乏しい1000度以上になるような、そういうところになるような工具、金型などに適用するのが好ましいのではないかと今のところ考えております。また、今後、TICA のタングステン系サーメントの高度とか、室温、高温強度などを、評価しながら、インコネルとか、チタンアルミ、用の高温金型などに、への応用を考えていきたいと考えております。また、開発サーメントは、特定化学物質のコバルトを含まない、超高合金よりもタングステン含有量が小さいという利点もございますので、これらの点を生かすような応用もあるのではないと今のところ考えております。それで次に実用化に向けた課題について説明させていただきますが、開発サーメントは融点が3000度以上あり、1000°C でも、従来の超高合金に比べてはるかに高高度であることから、1000度以上の温度でも十分利用可能であると今のところ考えております。ただし、今のところ1000°C までの硬さまでしか評価していないということがありまして、1000°C 以上での、例えば1000°C から2000度での高温悪臭特性ですとか、そういう特性はまだちょっと不明ということもございますので、今後、工具としての利用に必要と考えられます。1000°C から2000°C での機械的性質とか、あと熱伝導率などを調べていきたいと考えております。また、軟削材料切削工具への応用につきましては、現在適切な切削条件を確認中でございます。また、工具金型など他の部品への応用の可能性につきましても、これから詳細に、調べていきたいと考えております。また、企業の期待ということになりますが、今のところ従来型の超高合金3メートルの部品では、室温 1000°C での高度が不十分なため、新規材料に置き換えたいという考えている企業様とか、特定化学物質のコバルトを使わない硬質材料利用を考えている企業様などとの共同研究ができたらと考えております。ちなみに、本技術に関する知的財産権は次の通りになります。また、お問い合わせ先につきましては次のようになりますので、何かございましたらどうぞよろしくお願いいたします。以上で発表を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。